お隣の軍事大国中国がじわじわと脅威になりつつあります。尖閣諸島周辺海域への侵入も増えていますし、日本領海での違法操業などを止める気配も全然ありませんね。対する日本の自衛隊は着々と防衛力強化を図っています。今回は海自護衛艦加賀の艦首が四角へ変化したことについて見ていきたいと思います。海上自衛隊の出雲、片護衛艦2番艦加賀は、昨年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所の修理ドックで、改修工事を受けていました。内容は、空自に導入される垂直、短距離離着陸機、ストブル F-35B ライトニング2を艦上で運用するための軽空母化に向けての1回目の改修工事です。2023年4月20日、改修後に、初めてドックから出され、高賀は、同事務所の岸壁に接岸され、改修された飛行甲板などの様子が確認されました。出雲、片護衛艦の元々の艦首形状は、先が細い台形でしたが、艦載機が発艦する際には、30ノットで航行するため、台形上の先端部分に乱気流が発生し、航空機の発艦に、大きく影響することが指摘されていたのです。そこで出雲片護衛艦の空母化にあたって、同じく F-35B 戦闘機を運用しているアメリカの強襲揚陸艦の飛行甲板が長方形になっているので、同じ形状に改修することにしました。出雲片護衛艦では、先が細くなっている甲板の左舷に増築して四角形にします。1番艦伊豆、元2番艦加賀は、それぞれ5年に一度行われる大規模な定期検査を利用して、2回に分けて飛行甲板の改修とその他の軽空母化に必要な改修を行う予定になっているそうです。で、溝された加賀は、飛行甲板の艦首部分が大きく張り出しています。F-35B 戦闘機が発艦の際に滑走する左舷側が特に大きく張り出していて、その部分の飛行甲板はかなり広くなっている様子が確認されました。いよいよ航空母艦らしい勇姿を見せてくれることでしょう。しかし、艦首舷に全甲板先端に設置されていた近接航空防御火器システム CIWA、20mm 機関砲ファランクスが取り外されて、台座だけになっているままであったり、艦首周辺の外船端塗装が綺麗に塗られておらず、まだらになっていたりします。他にも、加賀の艦番号184が艦隊に記されておらず、足場などの作業用の構築物も残されたままになっているので、とても改修工事が完了したとは言い難い状態なのです。海自関係者からも、今回の出溝は一時的なもので、1回目の軽空母化改修工事は、まだまだ、2023年度いっぱいは続くという声があり、で溝した理由は不明とされているのです。重要な設備であるはずなのに、撤去された状態のファランクスは、甲板拡張工事のために、一時的に撤去されたのか、もしくは飛行甲板の改修終了後に、再び設置されるのかについては情報がないので不明ですが、発艦時に艦首に突起物があるのは危険と考えられるので、このまま撤去されて艦橋周辺などに設置されるのではないかと見られています。なお、加賀の軽空母化改修については、当初今回の入居に合わせて一度に大規模改修を行う予定と見られていました。つまり計画ではいず、最寄り先に改修が完了することになっていたのです。しかし、その後、出雲、片護衛艦の艦内区画や搭乗員の待機区画の名、の整備については、兵員や機体、搭載兵器などの動線をさらに検討する必要があると判明しました。なので、
すでに F-35B 戦闘機を軽空母として運用している強襲揚陸艦を持つアメリカ海兵隊の協力の下、様々な動線について検証と試験を実施したそうです。その結果を分析の上で改修計画を練り直すことになり、加賀の艦内区画整備については2026年度末の次回の定期検査時に行うことになりました。出雲型の軽空母化改修については艦首形状を加賀と同じく台形から四角形に変更することになります。また飛行甲板上で F-35B が垂直着艦を行う艦尾側のヘリコプター発着スポット4番および5番周辺の甲板塗料を耐熱塗装に塗り替える作業が必要です。というのは、4番と5番スポット付近に F-35B が垂直着艦することが想定されているためで、その際に機体下面から生じる高温のジェット噴流が飛行甲板に吹き付けられるので耐熱塗装が必要になるのです。また発着艦を可能にするための改修は他にもあって、飛行甲板上に白色の塗料を点線として塗るセーフパーキングラインがあります。このラインから左舷側が F-35B 戦闘機の滑走路になり、一方の右舷側は航空機の待機場エプロンになるように区切られるようです。そして滑走路となる部分には黄色の塗料で F-35B が滑走する際の目標となるトラムライン表示線と、艦首方向の2倍ヘリコプター発着スポット付近にトラムラインに対し直角に黄色く引くラインが必要になります。これは飛行甲板から車輪が離れるポイントとしてのショートテイクオフラインです。さらに前方部分には同じく黄色のバウラインが引かれるのですが、こういった改修は昨年出雲において実施済みなのです。また出雲においてはアメリカ海軍とレイセオン社が共同開発したズポールスジョイントプレシションアプローチ&ランドイングシステムという着艦誘導装置が搭載される予定になっています。このズポールスというシステムはGPS 衛星信号と管制後方システム INS を用いて F-35B やオスプレイなどの艦載機を悪天候時や夜間に自動的に安全かつ正確に着艦誘導する全天候型システムなのです。防衛省ではまず2022度予算で出雲用のズポールスだけを取得しておいて、加賀分については2023年度以降の防衛予算に計上して取得する方針としています。出雲第二次改修は2024年度末に実施される予定です。その際、ズポールスを搭載し、加賀と同じように飛行甲板艦首部分の形状を変更し、艦内区画整備なども行われることになっています。この改修は、2026年度に完了する計画ということです。改良工事が終了すると出雲が加賀より先に海地が初めて保有する空母になるのです。第一次改修が終了した出雲は2022年10月3日海地護衛艦としては初の発着艦試験を行いました。これはアメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35B 戦闘機2機が協力したもので、四国沖太平洋上で実施されたそうです。天気に恵まれ、航行中の出雲飛行甲板上に F-35B が無事に着艦、そのまま短距離滑走での発艦にも成功しました。飛行甲板の改修が終わっていない出雲でも、F-35B 戦闘機の発着艦が可能であることが明らかになったわけです。同時に、出雲、片護衛艦で、
F-35B 戦闘機を運用することが可能ということが証明されたことになりました。出雲、片護衛艦の空母化改修予算については、2022年12月23日に、対前年比 26.3% 増の過去最大の6兆8219億円もの2023年度防衛予算案が閣議決定されました。それに対応したのか、2022年の概算要求に上積み要求を提出したそうです。内容としては、伊豆、物着艦誘導装置の先行取得費用36億円、アメリカ軍からの技術支援経費12億円、加賀の航空管制室視認性向上のための、管制室ガラス窓変更などを含む、工事経費13億円などで、合計で16億円にも上りました。予算が増えたから、もっと使いたいということですか？わざと使い道を作ったわけじゃないですよねと言いたくなるのは筆者だけではないでしょう。税金は分福茶釜ではありません。欲しいなら、いくらでも湧いて出てくると思われても、納税者としては困ります。一方、空母化改修が完了した伊豆、元加賀の艦載機となる予定で購入される42機の F-35B 戦闘機については、2020年度予算で6機793億円、2021年度予算では2機259億円、2022年度予算では4機510億円を確保。他に関連装備費などの予算として2020年度予算で235億円、2021年度予算で62億円、2022年度予算では205億円、総合計で502億円が確保されているそうです。2020年度予算に計上された6機の F-35B 戦闘機は2024年度中に購入されて、同年度末までに全機が配備される予定とされています。出雲、片護衛艦への艦載が可能となるのはまだ先になるので、防衛省ではF-35B 導入後に新編される飛行隊の地上基地として、宮崎県新富町にある航空自衛隊ニュータバル基地に配備されることが決定されました。この航空自衛隊の F-35B 飛行隊については、将来的にアメリカ海兵隊岩国基地に配備されている F-35B との共同訓練が実施されることになっています。空母への発着艦訓練は、鹿児島県西之表市の馬毛島に建設される予定の自衛隊基地での FCLP、陸上空母離着陸訓練で実施されると思われます。宮崎県の新連原基地は、こういった基地と地理的に近いので、F-35B の配備先として最適というわけです。